アマゾンから時計が来ましたので、開封してみたいと思います。ビニールのパックに入っています。よいしょ。コムテックスというブランドです。箱の感じは割と洒落た感じになってますね。じゃあ開きます。クッションに時計がくるっと丸めて入っています。中にはちょっと厚めの取説ですね。日本語の説明は真ん中より少し後ろに割とページがたくさんあります。これだけ細かく書いてあれば使い方に困るようなことはないと思います。本体を見てみます。デザインはこんな感じですね。あ、割と感じいいですね。これは合成樹脂のベルト、一体化はしていませんが、外すときはここのところにピンが見えてますので、このピンを外せば取れると思います。サイズ的には、巻き尺を少し一緒に合わせてみますと、文字盤の直径はこんなもんですね。1センチ、2センチ、3センチ、5、6ミリ。まあ文字盤自体はちょっと大きめという感じがしますね。ただ実物を見ますと、なかなかシックな感じ、おじゃれた感じがしますね。こんな感じになってます。